時間は人間が作ったもの。その概念は私たちが生活をする上で欠かせないものです。日本語においても時間を表す言葉や表現は豊富にあります。例えば時分秒といった単位から今昨日来週といった時間の指し方まで様々な言葉が存在します。そして日本人の文化においても時間は重要な役割を果たしています。帝国に集まり時間厳守が求められる社会では時間は人々を効率的に動かすための道具として使われています。しかし一方で時間に追われることでストレスを感じる人も少なくありません。時間は便利な概念ではありますがその使い方次第で私たちの生活や心に影響を与えることもあります。時間を上手に使いこなし豊かな人生を送るためには自分なりの時間の捉え方を見つけることが重要かもしれません。最近私はストレスを軽減するために新しいアプローチを試してみました。それはなんと腕時計をつけないことです。腕時計は常に時間を気にさせ予定に追われるような感覚を与えていました。そこで時計を外すことで自分のペースで生活し心の余裕を持つことを決めたのです。最初は少し不安でしたが徐々にリラックスできる時間が増えストレスが軽減されていることを実感しました。腕時計を外すことで自分の時間を大切にしより自然なリズムで生活することができるようになったのです。ストレスから解放された気持ちは言葉では表せないほど心地よいものです。皆さんもぜひ一度お休みの時くらい腕時計を外しストレスを軽減し心に余裕を持って過ごす日々を送ってみてはいかがでしょうか。